今日はどうするんだ。情報が欲しいんだな。こいつらには迷惑してるんだ。助かるよ。油断するなよ。ほっ、そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。みんな、気をつけてよ。ノクト、敵の後ろを狙え。せっかく。よし、これでダメージが取りやすくなった。攻めるノクト。よし、わかった。イグニス、任せろ。はい、頼んだ。プロンプト当たれ。はい、楽しいな。任せて。やあ、そっちどうだ。今のとこ異常なし。行くよ。はいよ。てめえ、状況は？心配するほど。よし、リンクを置くな。おい、よっぺ、滑った。うりゃせい、待て。プラット、当たれ。問題ない。来て。エグネス、遅れるなよ。イベン、はい、ノクト、応戦しろ。はいよ。エグス、あ、違う、プロンプト。俺、ナイス、プロンプト。どうだ。エグリス、了解。まあな。危なかったな。あ、
いや、よっ。飯、ちゃんと食ってるか？ご苦労さん。ここら辺のことなら聞いてくれ。倒してきてくれるのか？よろしく頼む。気をつけてな。工場に入ってるの、オートのやつか？蒸し暑いな。だな。さっさと先に行こうぜ。ああ。うわ、早いよ。こいつら
ジャケット脱いだらどうだ。着いたぞ。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。うまく取れてるな。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。うまく取れてるな。うまく取れてるな。これが終わったらプロでも目指そうかな。ノクト、ちょっといいか。ああ、明日の朝頼みたいことがあるんだ。朝から？なんだよ。朝食作りを手伝ってくれないか。
しょうがねえな。では明日は頼むぞ。今日はこれを煮込んでくれ。焦げないようにな。どうすればいい？時折混ぜておけば大丈夫だ。料理をするのはどれくらいぶりだ？忘れたな。いろいろバイトもしていたしな。あれは本当適当にやってたからな。それを料理というかは謎だな。お前が凝りすぎなんだよ。さて、鍋の様子はどうだ？もう少しかかるな。引き続き混ぜてくれ。で、なんで料理手伝ってくれなんて言ったんだよ。最近二人で話す機会がないと思ってな。何か抱え込んだりはしてないか？なんだよそれ。お前昔っから俺のことばっか気にすんのな。陛下に任されているからな。はいはい。さてそろそろいいだろう。ああいい感じだ。よく煮えている。少し食べてみたらどうだ？うんうまっ。自分で作ると一段とうまいだろう。そうだな。少し自分でやってみようという気になったか？え？お前が作った料理が一番うまいし。お前ってやつは。久々にしてみた料理はどうだった？たまにならいいかもな。でも早起きは嫌だな。そう言うな。早起きはいいことが多いぞ。はいはい。じゃあ気が向いたらな。また頼む。だから気が向いたらだっつん。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ、右側注意しろ。分かった。ひとかり言っとくか。最後だ。調子いいじゃねえか。まあな。調子いいじゃねえか。はい、当然。もらった！無事だな。はいはい。行くぞ。
ばそうだね。油断するとやられるぞ。ノブト、分かってる。おりゃ、余裕で相手ができそうだ。だな。どりゃ、ブロックだ。はいはい、よし、やったな。無事に済んだ。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。ちょうどいい相手だね。ちょ、これか。うりゃ、足滑らせんなよ。大丈夫。ああ、なんとか。ロフト、攻撃はパリーして反撃のチャンスを作れ。状況は心配することじゃ。よし、臨機応変な。死ぬんじゃねえぞ。どうだ。よし、ラディオ頼む。よし、とどめだ。てやっ、あっ、てやっ、あっ、てやっ、てやっ、それおっ、いくよ。はいよ、危ねえ。はっ、よっ、
おい、悪い。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。今の良かったな。鉱石みっけ。いい天気だな。そうだね。
ジャケット脱いだらどうだ。いるじゃん。よし、戻ってこい。いや、俺だけ行くとかないでしょ。せっ、もらったな。それ余裕で相手ができそうだ。だな。行くぞ。見てろよ。これは連携成功。よし、勝った。決まってよかったな。シドニーって彼氏いるのかな。いないと思うぜ。なんでお前がわかるんだよ。見りゃわかるだろう。あれはなかなかガードが硬いと思うぜ。グラディオさんでも手を焼くんです。どうだろうな。せや、今は王子の重りが優先だからな。さて、どうする。正面突破、後ろは任せる。えい、一瞬で終わっちまいそうだ。さらほら、ノクト最強。当然行こうよ。ああ、よし、着いた。おい、今日は何する。今日はどうするんだ。
何が知りたいんだ。何する。標的たちだ。気に入ったならまた来てくれ。ゆっくり見ていってください。ありがとうございました。ダムです。ノクト、これ見てよ。どうした？いろんなの置いてるな。あちいな。そうだな。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。あ、そうだ。せっかくだからこの子、カスタマイズしてみない？どうする？好きな色を選んでね。また来てね。国内旅行。今日はどんな武器が欲しいんだ？親身に相談に乗ってくれるか。ほら、受け取ってくれ。お前の車すげえ良くなったよな。だろ？
アリガメつぎ込んだ甲斐があった。俺も次はここにするか。国内旅行だって言ったら娘たちは行かないってさ。オルティシエだったら飛びついてきたか。また寄ってくれ。行くぞ。行こう。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。た終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。ここで降りるぞ。気分転換にはなるな。美人だし趣味も合うっ
ていいよね。今度は誰との妄想だ。もう用もなくハンマーヘッド行ったよ俺。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるときこの手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。